ャーは大門です。近め、レフトは小松崎、ランナーは一塁に止まっています。レフト山崎、そして3番の山崎です。レフト山崎、広岡さん、背番号50、小野が4日の休みで出てきました。昨シーズンが18勝で最多勝投手だったんですが、今シーズンどうも勝てませんね。そうですね、今シーズンはやっぱりちょっと調子は良くないです。非常にこの硬さがメリットでしょうがないですね。ベスト10第10位のトップ10の 10位の山崎、ランナー本当にここ開幕してから勝ててないというのはね、非常に辛いですね。28日のジャイアンツとの試合には6回で交代しました。その試合では原にホームランを打たれて、結局中日は延長戦で勝ちました。で、第4戦先発という舞台を城下監督時代に、ね、与えられたんですね。そうですね、良かったんですけどね。こっちで打ってもヒットでしょうか。ファース先日の東京ドーム、足元を抜いて宇野から三村からダブルプレイ取ったんですが、お相撲さんの、星取りの優勝ペースですもんね。13勝2敗とかね、14勝1敗とかね、まあ、ね、1敗ということはないでしょうけど、本当に、そういうぐらいペースで走ってますからね。また今太陽は6勝12敗ということなんですけども、広島との差が 9.5 になっています。バッターはポンセ、メガネをかけているポンセ、テレビでもご覧になる方は初めての方も多いかと思いますが、今年は手足が悪いですね。メガネを打ってつけた後、1割9分6厘が今打率が2割4分2厘まで上がったんですが、レフトへ小松崎です。これは風に逆らっています。完全な逆風、レフト小松崎。まあ、ポンセも不審ですけども、このパジョレックの打率2割4分6厘、ホームランが開幕の時に中日の上原から打ったの逆転ホームラン以来ないわけですから、試合分だけないわけです。それからあと1、2巻。ワンアウト、ランナーアウト、ランナー2塁で高木。ランナーがいる時の成績が出ていました。打率、これは昨シーズンの成績です。今シーズンは大事なところの小松崎、センター、オート、ドラゴン。丁寧になるのはいいんですが、ツーツーから一時ありますよね。バッビックリするようなところがありますよね、はい。一塁は空いてます。抜けて、いや取った、取った、宇野取った、ランナー3人止まって